ドストエフスキー前回の続きからですラゴージンはもううすら笑いをやめて唇を食いしばり腕を組んでじっと聞いていたまあご覧なさい。 スターシャは憤怒のために身を震わせながらこう言ったこのお嬢さんを今まで私はこの人を天使のつもりでいたんですよ。ねえアグラヤさんあなたは家庭教師を連れないで私のところへお出かけくださったんですかもしお望みなら私今すぐ忌憚なく申しますわ。なぜあなたは私のところへいらしたんでしょうつまり おじけづいたたんんでででしししょ。ょ。それでいらしたんでしょ私があなたを恐れるですって <laughs> この女がよくまあ自分に向いてこんな口が利けたものだという純真な無効密な驚きのために我を忘れてアグライアは叫んだ「<laughs> <laughs> 無論私をね私のところへ来ようと決心なすった以上私を恐れてらっしゃるんですよ」。 自分のの恐れていいる人は軽蔑でできないものですよ。けれど考えてみると私はたった今さっきまであなたを尊敬していたんですからね。けれどねえあなたどういうわけであなたが私を恐れてらっしゃるんだかまああなたの主の目的がどういうところにあるのかご存知ですのあなたはこの人が私をあなたより余計に愛してらっしゃるかどうかそれを自分の目ではっきりと確かめたかったのです。 だってあなたは恐ろしいその宮ですからねこの人は私にそう言いましたあなたを憎んでるってアグラーヤはやっとの思いで口ごもった多分大きにそうかもしれません私にはこの人の愛を受ける資格がありませんわけれどあなたは嘘をつきになりましたね私そう思うわ この人が私を憎むはずなんかありません。そんな言い方をするわけはありません。もっとも私は潔く、あなたを多めに見ておきましょう。あなたの情状を酌量しましてね。でもとにかく、私はあなたという人をもっとよく考えてましたわ。もっとお利口で、もう少しお器量のいい方と思ってましたわ。本当ですの。さあ、かわいい人を連れてらっしゃい。ほら、ご覧なさい。 この人はあなたを一生懸命に見つめて、どうしても正気になれないんですよ。さあ、早くこの人を連れてってください。ただし、条件付きですよ。すぐに出て行ってもらいましょう。さあ、今すぐに。彼女は安楽椅子に倒れて、さめざめと泣き出した。しかし、急に何かしら新しいものが目の中に輝き出した。 彼女は穴の開くほど執念深くアグラアヤを見つめていたがふと席を立って「だけどもしお望みならば私今すぐにでも命令するわ」「よくって」「もっとも公爵に命令するのよ」そしたらこの人は早速お前さんを見捨てて私のそばに永久にい残るわ」「そして私と結婚するわ」 お前さんんは一人でで家へ走って帰るんです。いいでしょと狂気のように叫んだおそらく自分でもこんな言葉を発しえようとはほとんど信じていなかったに違いないアグラヤは愕然として戸口の方へ駆け出そうとしたか釘付づけにでもされたかのように戸口のあたりに立ち止まって聞いていたよくって。 私がラゴージンを追い出しても、いったいお前さんはあんたを私が喜ばすためにラゴージンと結婚したとでも思ったのところが私はね、今お前さんの目の前で言ってやるわ。出て行けラゴージンそして公爵にはあんたは私に約束したことを覚えてるでしょと、こう言ってやるわ。あ、しまった。いったい私は何のためにこの人たちの前であんなに自分を卑下していたのでしょう。 ねえ公爵、あれは全体あんたじゃなかったのお前さんの身の上にどんなことが起ころうとも必ず後についてゆく決して捨てやしないわしは心から愛してやるお前さんのすることは何でも許してあげるそしてお前さんをこそええそうだわあんたがそう言ったのよそれなのにあたしはあんたを自由にしてあげた一心で たたあんたのの。そばから逃げ出したのけどももう今となっては嫌です。あの娘は何だって私を自堕落者扱いにしたんだろう。私が自堕落者かどうかラゴージンに聞いてごらんなさい。あの人が証明するから。けれど今はあの娘があんたの目の前で私の顔に泥を塗ったからあんたも多分私に後ろ足で砂をかけてあの娘の手を引いて帰るんじゃなくって。 もしそうなら私があんた一人だけ信じていたのに対してもあんたは罰が当たりますよ。さあ出て行けラゴージンもうお前になんか用はない。彼女は顔をゆがめ乾ききった唇からやっと言葉を絞り出すようにしながらほとんど前後を忘れてこう叫んだ明らかに彼女はこうした自分のからいばりを少しも信じていないらしく。 同時にせめて一秒間でも自分で自分を欺いていたいと考えているらしかった興奮があまりに激しかったのでごとによったらこのまま死んでしまいをしないかと思われるほどであった少なくとも公爵にはそういう気がするのであったほらご覧なさいそこに大事な人がいますよ 彼女はついに公爵の方をさしながらアグラヤに向かって叫んだ。もしこの人が今すぐ私のそばへ寄って、この手を取りもせず、そしてお前さんを捨てもしなかったら、その時はこの人をとんなさい。譲ってあげるわ。こんな人に用はないわ。彼女もアグラヤも待ち受けるかのように立ち止まって、 人人とも狂人のように公爵を見つめた。しかしおそらくこの挑戦的な言葉が今どれほど力を持っているか彼にはよくわからなかったであろういや確かにそうだとも断定しうるであろう彼はただ自分の目にやけくそになった狂人のような顔を見たばかりであったそれはかつてアグラーヤに口走ったように見ていると 永久に胸を突き通されたような気になる顔であった彼はもうこの上我慢がならなかった愛眼と非難の色を浮かべて彼はナスターシャを指し示しながらアグラーヤに向かって言うのだったこんなことがあってもいいものでしょうかだってあの女はこんなに不幸せな身の上じゃありませんか それにしても公爵はアグラーヤの恐ろしい視線のもとに身をしびらせながらこれだけのことしか言うことができなかった彼女の瞳の位置には計り知れぬ苦痛と同時に限りない憎悪が現れた公爵は思わず両手を打って叫び声を上げながら彼女の方へ飛んでいったがすでに時遅く 彼女は公爵の躊躇の一瞬間をも耐え忍ぶことができなかった両手で顔を隠しながら「あ悔しい!」と叫ぶやいなや部屋の外へ踊り出てしまったその後からラゴージンが往来へ抜けるとの缶抜きを外すために駆け出した公爵も駆け出そうとしていた ところが敷居の上に手で抱き止められてしまった。ナスタシャの絶望に歪んだ顔がじっと彼を見つめていたのである。やがて紫色になった唇が動いて言葉をかけた。あの女につくのあの女につくの彼女は感覚を失って公爵の手に倒れかかった。 彼はそれを抱き起こして部屋の中へ引き入れアンダグイスの上に寝かしたそしてかすかな期待を抱きながらそのそばにじっと立っていた小机の上には水の入ったコップが置いてあったやがて引き返してきたラゴージンはそれを取って彼女の顔に水を振りかけた彼女は目を見開いたが 1>, 1分間ほどは何一つわからなかったがふと辺りを見回して身を震わすと叫び声とともに講釈に飛びかかった「私のものだ私のものだ」ののだと彼女は叫んで「あの高慢ちきなお嬢さんは行っちゃったのはッはとヒステリーの発作に笑いだした。 私はすんでのところでこの人をあの女に渡すところだった何のためにどういうわけでふん。<laughs> ラゴージンさっさと出ていきなハハハラゴージンは二人をじっと眺めていたが一言も物を言わずに自分の帽子を取って出て行った十分して公爵はナスターシャのそばに座って 少しも目を離さずに彼女を見つめながらまるで小さな子供をあやすように両手で頭や顔を撫でさするのであった彼は女の笑いに連れて笑いその涙につまされて泣かないばかりであった彼は何も言わなかったが断続的な喜びにあふれた取り留めのない片言に一心に耳を傾けていた 何か悟りえたかどうかは怪しいがただ静かに微笑んで少しでもナスタージャが悲しんだり泣いたりとがめたり訴えたりし始めたと見るとすぐにまたその頭を撫でたり優しく両手で頬をさすったりして幼児を相手にするかのように慰めたりなだめたりするのであった9 前の章に物語った出来事から2週間は過ぎたこの小説に出てくる人たちの境遇もかなりに変わった従って特殊な説明を加えずに続きに取りかかるのは非常に困難なこととなったそれにしてもなるべく特殊な説明を省いて事実の単なる記述にとどめておかねばなるまいと思うしかもそれは極めて簡単な理由による つまり私自身が多くの場合に事件の説明に苦しんでいるからである。自分の方からかような断りをするのは読者の目には極めて機怪な曖昧なことと見えるに違いない。すなわち明瞭な概念も独自の意見も持ってないことをどうして他人に語ることができるのかという疑問が生ずるからである。 これより以上におぼつかない立場に陥らないためにむしろ実例を挙げて説明をするように努めた方がいいようであるそうしたならば好意ある読者はおそらく私がどういうことに苦しんでいるかということを悟ってくれるであろうことにこの実例というのが逃げ道ではなしに直接に物語の続きとなっているからなおさらのことである 2週間の後といえばすでに7月の初めてあるさらにこの2週間の間に我が主人公の物語分けてもこの物語の最後の出来事は機械な極めて愉快なほとんど信じ得ないほどのまた同時に別れのいい世間話と変わりレーベジェフブチーチンダーリアエパンチンなどの別荘に近い町全体 もっと簡単に言えばほとんど町中及および郊外にまでも次第次第に広がっていったほとんど町中の人が土地の者も,のも別荘の人も学隊を聞きにやってくる人も同じ話に尾ひれをつけて一人の公爵がある家柄の正しい名家で集大を演じてもう結婚の約束までできているその家の令状をも振り捨てて 有名なハスっぱ女に夢中になり元からの交友を元から全く経ってしまい人々の威嚇も公衆の憤慨も何もかも顧みずに近いうちにこのパブロフスクの町で公に人目をはばかることなく意気揚々と汚れ果てた女と結婚するつもりでいるという噂を立て始めたその話はついにはいろんな修文に彩られ その中にまた地名の詩がかなりに巻き込まれてさまざまな空想的な謎めいた陰影まで付け加えられていったしかも一方から見れば否定することのできない明白な事実に基づいているので誰もが持っていた好奇心もゴシップももちろん多めに見なければならなかったのであるその中で最もデリケートな感知にだけた それと同時にいかにも最もらしい説明は少数の並々ならぬゴシップ屋の仕業なのであったこれらの人々は分別のある階級の人でどんな社会にあっても常に誰よりも先に新しい出来事を他人に説明して聞かせようと焦りそのことを自分の使命と考え往々にして慰めとさえ心得ている連中である。 彼らの説明によるとこの青年は名門の出で公爵でまず金持ちの方で若者ではあるがツルゲーネウ氏によって暴露された現代の虚無主義に夢中になっているデムクラードでほとんどロシア語も話せない男でエバンチン将軍の礼状に思いをかけてついに同ナ花コの候補者として出入りするまでにこぎつけたという。 それはまさしくつい先だって新聞に逸話が載ったばかりのフランスの新学生に似ている。この新学生というのはわざわざ身を装飾に余だなようと決心して自分で採用法を哀がし気配、接吻、宣言など一切の儀式を行っておきながらすぐその明る日に書経に公開状を書いて自分は神を信じていないのに民衆を満着するのは。 レンチだと思うから昨日いただいた位牌は自分で剥奪します」と言ったようなことをさんの自由主義の新聞に掲載したのであった「ちょうどこの無心論者と同じように公爵は自己流の芝居を打ったのである」「彼はことさらに花嫁の家で催された盛大な夜会を待ち構えていた」という噂で「 それはただ単に一同の前で華々しく自分の思想を披露して尊敬すべき名士を罵倒し自分の花嫁を公衆の面前で侮辱して縁談を拒絶しようがためでありその際に彼は自分を引っ張り出そうとする地獄らに抵抗して見事に品焼きの花瓶を壊したという人々はさらにまた統制気質の特徴だと言っておまけをつけた。 このわからず屋の公爵は実際のところは自分の花嫁将軍令嬢を愛していたのであったがその縁談を断ったのはただニヒリズムから出たことで今度の終事件を目安に置いたのであるすなわち世間を向こうへ回して堕落した女と結婚するという満足を振り切りたくなかったからであるつまりこの行為によって自分の心には堕落した女も 粛な礼状もなもい、ただ自由な女があるばかりである自分は古い世間的な区別を信じないただ一個の婦人問題を信ずるだけだということを証明したかったのであるそれどころか彼の目から見ると堕落した女は堕落しない女より少し優れているようにさええじたのであると。 この説明はこの上もなく最もらしく思われたので別荘暮らしの大多数の人たちにそのまま承認された分けても毎日の出来事がこれを裏書きするのであったとはいえ詳細事情は相変わらず未解決のままであった例えばある者は哀れな令状は心の底から婚約をした男ある人に言わせると 誘惑者を愛していたので絶好を言い渡されたあくる日には男が上婦と差し向かいでいるところへ駆け込んだと言いいまたある者はその反対に令状はことさら自分から男に誘われて上婦のところに行ったのであるしかもそれはただのリヒリズムから出たことであって汚名と部別を与えたいためであると言ったいずれにしてもその事件の興味は 日ごとに増していったまして実際に汚らわしい結婚式が挙げられるという事実にはいささかの疑惑を差し挟む余地もないのでなおさらのことであった。